皆さんこんにちは、スタジオリンクです。今回は以前に作ったものですが、短い12の話をまとめました。一部編集し直したりしている部分もありますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。まず最初に、ここにはジェットエンジンがあるので、その話を紹介します。トーマスはトップハムハット教にジェットエンジンを空港まで運ぶように頼まれましたが、クランキーが手間取っています。早くしてよ、これはすごく特別なものなんだからさ。クランキーは機関車から命令されることが嫌いなので、カリカリしてついフックから目を離しました。あらら、フックがスイッチにぶつかり、スイッチが入った。エンジンがうなりを上げ、ウィーンという音がどんどん大きくなっていく。フランキーが言葉を発する間もなく、トーマスはロケットのようなスピードで線路を走り出した。機関士はブレーキをかけようとした。しかしトーマスは止まらない。やっほー、駅長が慌てて緊急連絡をする。線路が切ろう、暴走列車だ。信号が変わり、ポイントが切り替えられた。トーマスはめちゃくちゃ興奮していた。ジェームスの向こうを突き出し、ユッとヘンリーとすれ違い、パーシーを重ねて走り去る。みんなびっくりだ。バーティーはトーマスの疾走する姿を見て興奮した。トーマス、競争する？やめとこ。そんな速い機関車は誰も見たことがない。ゴードンもトーマスが本線を走っていることを知らなかった。なんたって俺様が一番速い機関車だ。やっほー、ゴードン、バイバイ。ゴードンは自分の目が信じられなかった。そしてついにジェットエンジンの燃料が切れ、トーマスはいつものスピードに戻った。そしてゆっくりとマッチコードスに滑り込んだ。ゴードン、追い抜いて悪かったね。追い抜いた、俺は気づかなかったね。ソドー島で一番速い機関車に気づかなかったの。そうさ、僕が一番速い機関車だよ。パーシーはゴードンがかわいそうになった。ゴードンはジェットエンジンより遅くたっていいんだよ、だって蒸気機関車だもん。でもまだ腹が煮えたぎっているよ。ジェームスがからかうと、ゴードンはブイと走り去っていった。続いてはこちら。ソドー空港をぐるりと回って先に進むと、名前のない駅があります。これが何なのか気になった方もいると思います。ヒントは2つあり、看板とミスター C という人物です。この人はミスターコンダクターといって、記念すべき長編映画第1作魔法の線路に登場する車掌さんです。映画ではトップハムハット教の代理でシャイニングタイムからやってきました。小人のように小さい体ですが、ソドー島ではちょうどいい大きさになります。またこちらの看板は映画でも全く同じものが登場しますので紹介します。5678、勉強、尊敬しちゃうな。お前が何秒遅刻するか数えてたのさ。へ、その看板になんて書いてある？ソドー鉄道は時間に正確な鉄道です。サインがあるソドー鉄道局長、トットハムハット教。だがトーマス、お前は遅刻したじゃないか。へ、偉そうにするなよ。ほっ。というわけで、映画の冒頭を紹介しましたが、映画はここから始まります。今日は雨。ところが、
雨を怖がる機関車がいました。おい、ヘンリー、出てこいったら。やだよ、雨に濡れると僕の素敵なグリーンのボディや赤いストライプがダメになっちゃうんだもん。やがてトップハムハット教がやってきて、みんなで引っ張り出そうとしました。それでもヘンリーは出ようとしません。よし、レールを取ってしまえ。ヘンリー、好きなようにするんだな。へへんだ。みんなは古いレールを取り除くと、ヘンリーの前にレンガを積み上げました。他の機関車が間違ってぶつからないようにするためです。ああ、つまんないな、僕の素敵なボディ誰にも見せられないなんて。続いてはクロスビー駅での小ネタ。貨車から逃げるダックが停車しているジェームスにぶつかりそうになり、慌てて待避線に入るシーンです。ダック、なんとか頼む。ダメだ、もう遅い。ごめんなさい、こんなことになっちゃって。いや、許せん。お客様がどんなに驚いたか思い知らせてやる。タンク機関車のトーマスは長年視線で働いているが、なんとかうまくやっている。トーマス、君は自分がどこで止まったらいいかちゃんと知ってるじゃないか。俺がいなくても大丈夫みたいだな。機関士が言った。トーマスはそれが冗談とも知らず、すっかり有頂天になってしまった。そして後でみんなに自慢した。僕は機関士なしでもやっていけるって、機関士が言うんだぜ。あんまり浮かれるなよ。僕は機関士がいないなんて怖くて絶対嫌だね。へえ、僕は怖くなんてないよ。絶対できっこないよ。いいや、できるさ。翌朝、釜に火が入れられ、ボイラーが温まるまでトーマスは気持ちよさそうにうとうとしていた。パーシーとトビーはまだ眠っている。トーマスは突然思いついた。いつまでもグズグズしてるなんてバカバカしいや。機関士がいなくてもちゃんとやれるってことをみんなに見せてやろう。今がチャンスだ、出発しよう。そして自分で止まって汽笛を鳴らすんだ。みんなびっくりするぞ。トーマスはうまく動き出したと思った。でも本当は作業員がうっかり運転装置を触ったからなのだ。彼は間もなくそれに気づいた。汽笛を鳴らそうとしても鳴らないし、止まろうとしても止まらないのだ。トーマスはどんどん進んでいく。彼はこの先に何があるかなんて考えもしなかった。実は駅長の家があったのだ。家族で朝ごはんを食べていた。家は大きく揺れ、壊れたガラスや壁があちこちに飛び散った。トーマスはというと木の枝の引っかかった顔を突き出し、部屋を覗いていた。彼は口が聞けなかった。駅長と彼の奥さんは壊れた皿を拾いながらブツブツ言った。なんて情けない機関車でしょう。朝ごはんをめちゃめちゃにしてまた作り直さなきゃならないわ。トーマスはしょんぼりした。間もなく作業員たちが来て、家を頑丈な柱で支え、庭にレールを敷いた。それからスコットランド出身の双子の機関車ドナルドとダグラスがやってきた。なんて格好なんです。トーマス、今助けますからね。はははははは。ドナルドとダグラスは勢いよく蒸気を吐き、トーマスを無事に引っ張り出した。トーマスには壊れた壁、窓枠、枝やらがゴテゴテとくっついていた。双子たちは大笑いして帰っていった。トーマスは恥ずかしかった。トップハムハット卿がやってきた。お前は大問題を起こしてるんだぞトーマス。分かってます、すみません。お前は修理工場に行かねばならん、長くかかるぞ。分かりました。それまでディーゼル車に働いてもらう。ディーゼル車ですって。そうだトーマス、ディーゼル車なら自分の出番の時以外に飛び出していくことはしない。そして駅長の家の朝ごはんにお邪魔することもなかろう。続いてはヘンリーとパーシーの会話。水なんて怖くないと言うパーシーをヘンリーが世間知らずと言っています。そうさ、僕は水なんか怖くない、大好きさ。
しい雨を怖がる機関車がいた。ち、僕が前に雨を怖がってトンネルから出てこなかった時のことをみんな覚えてるんだ。嫌だな。ねえ、今度桟橋のそばに行ったら僕に思いっきりぶつかってくれない？ぶつかって、だってそんなこと頼まれたの初めてだぜ。パーシーは貨車が協力してくれるものだと思っていました。僕は駅で止まるふりをする。すると貨車が僕を襲う。看板を突破したら僕は貨車を止める。これでいい。押せ押せ。貨車たちは思い切りぶつかり、機関士と助手を振り落としました。うわ、もういい、もう押さないで。ファーシーは海の中に落ちてしまいました。続いてはこちら。ファーシーが何度も汚れて検査したいと思っているところです。しかし車輪が油で滑ってしまい止まりません。これは止まらないよ。こんなに汚れたのは初めてだ。煙突からボイラーまでベタベタのチョコレートで覆われている。機関庫に戻ると皆が大笑いした。ふふふ、美味しそうだな。はっはっはっは、チョコレートパーシーだ。車輪付きのチョコレートアイス。まったくみっともない。そこにトップハムハット卿がやってきました。今日は大変な一日だったなパーシー。しかし君は清潔の前に役に立つということを実践してくれた。というわけで早速洗車したまえ。本当ですか？それからペンキを塗り直そう。パーシーの顔が輝いた。It is here! Holy buffer plates! That engine's in trouble! I must save her! というわけで、ここからはジェームスの塗装に関するお話を紹介します。このオイルまみれのスキンがスーパー機関車ジェームスに似てると思い、制作した話です。続いては、赤鼻のジェームスです。ジェームスとダックがミツバチの話をしています。ミツバチなんて怖かないね。何百匹襲ってきたって煙を吹きつけて追っ払っちまうよ。そう、うまくいくかな。翌朝、ジェームスは客車を詰めに駅に行った。プラットホームは乗客で溢れ返っていた。その時、事故が起こった。ミツバチの巣箱が倒れ、蓋が開いてしまった。みんな慌てて逃げ出した。ミツバチたちはジェームスのボイラーに集まった。シッシッ、こっち行け。一匹のミツバチは足に火傷を負った。ミツバチはジェームスがわざと火傷を負わせたのだと思い怒った。そこでミツバチはジェームスの鼻をめがけて思いっきり刺した。こりゃいかん、早く逃げよう。ジェームスは一目散に逃げ出した。ホームに客車を置き忘れたことにも気づかずに。ジェームス、こうなったら果樹園に戻って新しい巣箱を見つけるしかないよ。果樹園に着くと、ミツバチはまっしぐらに新しい巣箱に入っていった。うちのミツバチを助けてくれてありがとう。クリスマスなら君を赤鼻のジェームスと呼んだのにな。みんな笑い、ジェームスまで吹き出した。その後、ジェームスは働きバチと呼ばれ、前より働き者になった。続いては、
パーシーが責任者になった話です。パーシーはジェームズを洗車場で見つけました。ジェームズ、君は働き蜂になるんだよ。つまり黄色と黒のペンキで蜂のようになれってことかい。そうだよ。でもどうして。だって今日は僕は責任者だからさ。パーシーは自分がとても偉くなった気分だった。その後パーシーは皆の仕事ぶりを確かめることにした。トップハムハット卿がいつもそうしているからだ。子供たちが橋の上で集まっていた。パーシーは汽笛を鳴らして話しかけた。でも子供たちは線路を見下ろすのに夢中になっている。あの大きな蜂みたいな機関車おかしいね。僕は一番赤い機関車なのに、これじゃ変な機関車みたいじゃないか。パーシーは不安になった。自分が失敗したことに気づいたのだ。まだまだ続きますが、次の話に行きましょう。続いてもジェームズの話です。ジェームズはソロ島で一番鮮やかな赤い機関車だ。彼はその真っ赤なボディが自慢だった。そして特別な機関車だと思っていた。ある朝、ジェームズが機関庫から出発しようとしていると、トップハムハット卿がやってきた。ジェームス、今日は君のことを塗り直してあげよう。今からすぐに整備工場に行ってきなさい。ありがとうございます。僕はソドー島で一番かっこよい機関車になるぞ。ジェームスが胸を張って整備工場へやってくると、作業員たちが待ち構えていた。はじめに彼らはジェームスの古い塗料を剥がした。それから特別なピンク色の塗料を塗った。これは真っ赤にする前に塗るので水を弾く効果があるのだ。そこへトップハムハット卿が現れた。実は今日、私の孫が誕生日パーティーを開くんだ。エミリーがメイスウェイト駅に迎えに行く予定だったが故障してしまった。君が駅まで迎えに行って子供たちをパーティーに連れて行ってくれ。だけどまだ塗り終わっていません。そのままで構わないよジェームス。パーティーは午後からだ。絶対に遅れるなよ。ピンク色なんて嫌だよ。こんな姿誰にも見られたくない。ジェームスが分岐点に来ると、そこにはエミリーがいて作業員を待っていた。一体どうしたの。ジェームスったら全身ピンク色よ。なんだよもう、これじゃみんなの笑い物になっちゃうじゃないか。その時、ジェームスはいいことを思いついた。もし途中で誰かが来るのが見えたら隠れればいいんだ。通り過ぎるまで木の下に隠れよう。ジェームスは近くの柳の木の下に隠れた。トビーがゆっくりとそこへ近づいてくる。すると突然汽笛の音が聞こえてきた。どいたどいた、急行列車のお通りだ。ものすごい勢いでボードンが線路を走り抜けた。そのせいで柳の木が風に揺れ、隠れていたジェームスのピンク色のボディが丸見えになってしまった。一体どうしたんだいジェームス。大きなピンク色の機関車だね。ふはははははは。はジェームスはとても恥ずかしかった。彼は笑われるのに我慢できずに急いで走り出した。それでも彼はメイスウェイト駅に向かった。彼は随分遅れていた。パーティーまではもうあまり時間がなかった。トンネルを通れば近道になるぞ。この線路を行けばきっと時間に間に合うはずさ。あの汽笛はゴードンだ。どうしよう。ゴードンにまで笑われるなんてやだよ。早く隠れないと。おお、そこに隠れているのは誰だ。蒸気が見えてるぞ。出てこい。ジェームスは出て行きたくなかった。ゴードンにも笑われると思ったからだ。その時、トーマスとパーシーがそこへやってきた。どうしたんだい。誰かいるの。わからないんだ。俺は急いでるってのに。ジェームスはみんなが待っていることを知っていた。そして子供たちもだ。このまま隠れていたら間に合わなくなるぞ。子供たちがパーティーに遅れちゃう。帰れジェームス。ジェームス、ふふ、君それピンク色格好悪いよ。うはははははは、俺ももしピンク色だったら隠れたくなるな。ジェームスは笑われて恥ずかしかったが、彼には自分のやるべきことが分かっていた。格好悪いのは分かってるけど、子供たちを迎えに行かないと。はははおい、どうしたんだ。ピンク色がとっても似合ってるみたいだね。ははジェームスは本当に嫌な気持ちだった。でも恥ずかしくても今度は隠れなかった。早く子供たちを迎えに行かなきゃ。
ふははは、ジェームス、本当にピンク色だな。今度もジェームスはとままらなかった。恥ずかしかったが、とままらずに進んだ。子供たちが待っているんだ、早く迎えに行かないと。あははは、子供たちも僕を笑うんだろうな。格好悪いと思うに決まってるよ。彼は悲しい気分で駅へと走った。しかしジェームスがメイスウェイト駅に到着しても子供たちは誰一人笑わなかった。女の子は顔を明るくさせてとても嬉しそうだった。ジェームスったらピンク色になったのね。私はその色が大好きよ。本当にピンク色が好きなの？とっても好きよ。友達もみんな好き。ジェームスは思わず嬉しくなった。僕はなんて幸せな機関車なんだ。ジェームスはぴったりの時間にパーティー会場に到着した。ピンク色の機関車ジェームスはその日一番のヒーローだった。カラフルな機関車たちというお話。ある日ジェームスは目立つように走っていた。ソドウ島で一番速くて赤い機関車だってアピールするためだ。いやこう。でも突然ブレーキの故障でしっかり止まれずにティドマス機関庫にぶつかってしまったんだ。ジェームスはソドを整備工場に修理してもらうことになった。僕のピカピカでかっこいいボディがずっと昔にドッグハムハット卿に言われたんだ。今度問題を起こしたらボディを青い色に変えるって。もう赤いペンキがないみたいですよ。青ならたくさんありますけど。青だって？ああ、青いボディになったらそんなのもう僕じゃないよ。ジェームス様、参照。あ、ジェームス、いつもの赤いボディはどうしたの？トーマスにそっくりじゃない？え、ああ、青になっちゃってる。まさか、そんな青いボディじゃ立派な機関車になれないよ。はあ。ゴードンのボイラーが故障したんだ。代わりに急行を引いてくれないか、ジェームス。嫌です、こんな色してちゃどこにも行けませんって。ボディが何色かは関係ないでしょ、ジェームス。役に立つ仕事をすることが大事なんだから。パパ見て、エドワードが私たちの急行列車を引くんだって。もうあれ、急行を引くのってこんなに簡単だったかな。なんだか客車が軽いからいくらでもスピードが出せると。やっぱ立派な機関車だと先に行かせてくれ。急行列車の通りだ。あ、今、大変だ。ああ、よかった。全部夢だったんだ。ほっ。ジェームスはその後も夢の中で緑色になったり、銀色になったりして、ぶつかりそうになって目が覚めた。そして次の日。ジェームス。ドッグハムハット卿、昨日は調子に乗ってしまってごめんなさい。僕はボディの青でも緑でも銀色でも気にしません。役に立つ仕事ができればそれでいいんですから。ははは、ジェームス、確かに私は前にこう言ったな。今度問題を起こしたら君のボディを青にすると。ただ今の君は十分に反省しているようだ。だから君にはやはり一番似合うボディでいてもらおうと思っている。それって、いや、トーマス。走れるようになってよかった。修理が終わってボディもピカピカだね。いや、今日はボディの話をするつもりはないんだよね。そうなの。大事なのは役に立つ仕事をすることだからね。それ誰に言われたの？誰って君にじゃないか、トーマス。夢の中でさ。だけどさ、このピカピカの赤いボディだけはどうやっても隠せないんだよね。うふふ、